運動会と続きまして同窓会と続きます。なるほど、運動会と続きまして同窓会と続きます。そのところはどっちも会がついてますよ。俺が毎回毎年毎年出てたのが買い物競争、ゲームを何個もクリアして最後ポンとゴールとすればいいわけですよ。はいはいはい。今回用意したのはこちら、推薦に持っていきます。買い物競争の使うものはこちらです。もう一回ね。推薦、まず一つ目次、黒毛危機になって、次、ジェイク、次、全然想像つかない魚の、俺たちは大人、こんな余裕でできちまう。余裕でできちまうって何だ。逮捕された状態でやります。ルールを説明します。ハテナが多すぎる君は。あ、いやいや、そうだよ、みんなそうだよ。剣全部抜いた状態で、よーい、スタートってこうバーッと刺してて、ピョンって出たら次、ジェンガをこう10個重ねてクリアする。ベンチでストップウォッチをして先に早かったもん。分かったけど、カリオの競争との関係性は行きましょう。さあ、第一種目は黒ひげ危機一発です。黒ひげを先に周りに散らばった剣を刺して飛び出せればこのステージはクリアとなります。そして第二種目は剣玉でございます。剣玉一つの、くぼんだとこ、二つ目のくぼんだとこ、三つ目のくぼんだとこ、最後穴にブシュッと。さあ、第三ステージはジェンガです。ジェンガは5個抜いて上に積み重ねることができたらこのステージはクリアとなります。そして最終種目、魚釣りです。これは右にな、ゲップ出た、右に流れるものと左に流れるもの6個取ればクリアです。そして条件として手錠がつけられます。シッシ、意気込みの方どうぞ。やっぱり20年間生きてきて必ず1回はやったことあるゲームなので、はい、必ず1分以内を目標にしていきたいと思います。1分以内、はい、いきましょう。スタート、スタートしました。さあ、始まりました借り物競争。まずは第1種目、黒ひげ危機一発。最初に黒ひげを出した、イエーイ。今ステージに行きました。次のステージは剣玉です。まずは1個目をのっけることができるのか。さすがにここはカメラアングル、カメラアングル、よし、2個できました。さあ、3個目できるんでしょうか。3個、焦っていきません。ここで崩しては何もかもがバダー、今泡になってしまう。それでも彼の顔は真剣である。ラスト1個探しているぞ。どこにもない、どこにもない。どうする、あったあった、どうする、できました。5回、はい、次です。これ自分で回すタイプのやつですね。自分で回してください。行きます。6匹が必須となっております。さあ、人生中真剣です。魚の1取れました。さあ、どうでしょう、ね、2個目。彼は左利きなのですが、これは有利かな。うざざざ、3、おっと、あ、止まってしまいました。急いでください。じゃあ、テオ君、はい、このゲームに対する意気込みを。やっぱり負けず嫌い寺島としてはこのゲームで負けられませんし、まあ少年院に12年間入ってたということでこれには慣れてるんで、それでやっていきます。テオ君、負けられませんよ。では寺島さんのタイミングでお願いします。いきます。Thank you.
そしてそこは2、はい、そしてもう1個、さあ頑張るだけ、さあどうするどうだ、ちょっとこれはいいペースなんじゃないか、4、さあ途中が若干邪魔しているが、5、さあなんとこれは君の持ち合わせ、自分でまた、お、長めに回すんですね、これはやはり2回目の挑戦だけだって、なるほど、さあ1、早い、さあ2、早い、じゃあこれはやばいよ、